松竹チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。尾上松也です。中村歌唱です。坂東美之助です。中村種之助です。中村米吉です。中村隼人です。中村小太郎です。皆さんこんにちは、尾上松也です。来年の1月2日から新春浅草歌舞伎に出演させていただきます。今回私は昼夜合わせて4演目に出演させていただきます。特にその中でも奏本忠臣蔵5、6段目の寛平を演じさせていただきますが、この役は私にとって本当に憧れの役でございます。それだけにどれだけできるか非常にプレッシャーはありますけれども、自分の中でも楽しみながらお客様に喜んでいただける舞台を作り上げたいと思っております。浅草歌舞伎にはですね、私は今度で3度目の出演になりますけれども、これまでも本当に先輩たちが努力をなさって浅草を盛り上げて、たくさんのお客様に来ていただいてと思っております。ですから新たにこうして世代交代するわけですけれども、その責任というのはすごく重大だと思っております。私たちがまた次の世代につなげていかなくちゃいけない公演だというふうに思ってます。私以外全員平成生まれの俳優たちが中心になってさせていただくわけですけれども、平成生まれとは言いながらですね、本当に歌舞伎に対する思いっていうのは一人一人がものすごい熱いものを持っています。私もそれに負けないようにですね、一致団結して1ヶ月盛り上げたいなと思っています。浅草歌舞伎はですね、これまでも本当に地元の皆さんと一緒にお正月ムードを満載で盛り上がってきた公演だと思いますし、私も経験させていただいてきましたので、来年もそうやって浅草の皆さんとお客様と出演者スタッフ一同が一つになって盛り上がれるように頑張ります。今回は特にメンバーが若返りましたのでですね、技術的にはまだまだ及ばないところ、お見苦しいところは多々あるとは思いますけれども、役をさせていただくこと、そして歌舞伎に対する熱い思いというのはですね、全員で思いっきりぶつけて、その熱気というのは歌舞伎にとどまらず、どのお正月の公演にも負けないように一生懸命努めたいと思っておりますので、地元の皆さん、またそしてお客様一緒に盛り上げてください。どうぞよろしくお願いします。新春浅草歌舞伎、ぜひお越しください。